よいしょ。こんばんざい。直吉、こんばんざい。ここのライトどこでつけた？ん？ここのライトってどこでつけた？ここ。これ？これ。あ、本当だ。ありがとう。こんばんざい、生のマリアです。ライトつけた。もうちょっとこっちの方がいいじゃん。光の恩恵受けるでしょ。ほら、めっちゃ綺麗。こうさん、こうさん来てくれてありがとう。こうさん、こうさんだ、こうさんだ。現在 YouTube で万歳持ち目アップなう。お、やったね。直吉さ、ワンマンの前のマズドケイリン来れるの？ワンマンは来れるの知ってるけど、松戸競輪が会えるかなみたいな。ね。間違えたかな？あ、待って、こっちじゃなかったかな。こっちか。よし。それ夕方かい？夕方、ん？あ、松戸競輪が？松戸競輪は、夕方かな。多分夕方だと思うけど。基本朝ないからね。うん、まず朝ないから夕方だと思います。応援大使だからね。そう、万歳ジャパン松戸競輪公式応援大使なんで。わからなかったら調べてみるね。あのね、時間が もうちょっとしたら出てくると思うんだよね。まだ一応その告知のやつが出てきてないから待っててね。イエーイ。ね、聞いてよ。聞いてほしい。なのね、北海道に着いた。星投げありがとう。今日は、うわっ、ごめん。マリアのくしゃみって本当に面白いんだよ。はい、なのね、聞いて聞いて、マリアね。やったね。あの、めっちゃ面白いこと言っていい？マリア、あの、なんだっけ、あ、え、面白い。キャラクターのね、カピバラさんっているじゃないですか。カピバラさんがすごい好きで、でもなんかストラップとかって買ってたら切れないじゃん。つかちゃん、で、そこまではいいんですよ。でもなぜかこの間、昨日見て、めっちゃ可愛いって思って。でもバカなことに3つ、こっちちょっと1個携帯につけちゃったんだけど、3つ衝動買いしちゃって、はっていう、自分でもはって思ってます。可愛くない？でも見て、見えるかな。これがいっぱい食べてきました。ちょっと映るか。全然。これがちょっと映る。カメラのあれ。今日は朝ごはん。これあのあれほら。昼ごはん食べてさ、あの映んないな。夜ご飯食べ。これがお腹味噌ラーメン。メシで美しい。北海道ラーメンのカピバラさん。なんですよ。ちょっとぼやけちゃうね。こっちに顔あたしだから。YouTuber のこのメイクのやつ。10月12日のご予定はいかがでしょうか。いけないか。いけないですね。めちゃめちゃめちゃこさんで。ワンマンライブ。みやちゃん来てくれて4期のおみや買うの。リン一緒に行ってるからな。コマしかいないけど、コマにはもう買ったよ。めっちゃ来てほしい。そう。みんなさ、コマに対してさ、ね、コマのツッコミをさ、ね、なんかさ、みんなさ、コマにさ、コマが、コマへのお土産買ったんだけど、マレーシアのお土産もらってないからっていう、トレードにしようと思います、トレードにしようと思いますみたいなツイートにさ、気軽になのに買うの早くないみたいなこと言ってきて、いや、まずコマがマレーシアのお土産まだマレーに渡してないの突っ込んでほしいなと思ったんだけど。そう。そっちの方を突っ込んでほしいってツイートしたのに。ヘチさん、こんばんは、来てくれてありがとう。ゆちさん、こんばんは。あと、トウモロコシの、トウキビ、つぶつぶんトウキビ、カピバラさん。これが、ホワワワ北海道ラーメン。カニ求めてると嫌です。絶対に嫌だ。増えるように頑張っていきたいなと思ってます。これが、今、携帯につけてるのが、つぶつぶんいくらです。一生来ないんだよ。違った、プチプチンだった。プチプチンイクラ丼でした。を今つけてる。こっちに見えないよね。見えないな、映んないもん。もこの携帯につけてる。コロンコロンって。ごめんね、飛んでっちゃった。海なし県には高級な黙ります。嘘。そう、まあ、やだの海ないから。そんな
だよ。自分でスタイルいいって思ったことないもん。かわいいでしょ。これを衝動買い3つ衝動買いしました。じゃなくて酒いくら、酒いくらもダメです。ゆうさんこんばんは、来てくれてありがとう。そうで衝動買いしちゃったんですよ、カピバラさんのストラップをっていうご報告。でもこのストラップをどこにつけるか迷ってます。今サワディーカー、サワディーカー、どこにつけようかな。えんちゃんサワディーカー、サワディーカー、こんばんめいちゃん、こんばんめいちゃん、ありがとう。ここにつけようかな、ポーチにつけようかな。でもポーチにもうついてんだよね、すでに29の予約の嘘が携帯遅い方だよね。もうこれにつけちゃうとな、取れた時にショック。携帯の場合だと取れたってなんか分かってる。水パパヤホヤホ、どうしようかな。やまみちゃんお財布、長身がすごい変な。でもお財布せっかくおしゃれにしたのに、なんかカピバラさんついてたら用事化しない。みんなに見てもらいたいものがあるな。よいしょ、タイでね、諦めよう、つけるの。あこの子たちは日替わり、あ分かった、月替わりで携帯につければいいんだ。見て、可愛い。可愛くない、カピバラさんもね。転送。でもストラップ iPhone にはつけられないんだな。ケースにつけたいな。そう、マリアもケースにつけてる。可愛いの。いくらめちゃくちゃかね。口元にご飯粒ついてるのめちゃくちゃ可愛いよ。カーテンプラスティック。これここに座んない方がいいかも。パスはクイックはワンドね。ヒアリング。北海道ラーメンのレンギがね結構ボキっていきそうな。あれ29じゃなかったっけ、あれどこだったっけ。あとね北海道ね家族へのお土産とかねもう買ってるんですよ。はいはい、こんばんみーちゃん、こんばんみーちゃん、かっちゃんこんばんで、ね、こんばんで、間違えちゃった。今回もいろんな記憶がねぐちゃぐちゃ旅行してます。これ絆創膏なんやけどめっちゃ可愛くない。おこじょ、おこじょのおこと、お本当はおこみちって名前です。あ夕方か。でこっちがラッキー。あ夕方で、オッケーオッケー。前あのあっちの方ね、ダンジョンの方ね、オッケー。え、めっちゃ可愛くない、ヤバミちゃんじゃない、超可愛いんだよこれ。みんな見えんか、中身がめっちゃ超可愛いんだけど、開くと使わなきゃいけなくなっちゃうから、まず怪我をするところから始める。パソコン、そう、タイで買ったパソコン、聞こえんの。へえ。なんか、アニメ柄みたい、なんだろう、動物がいっぱい、ふわーって映ってる。え、可愛い、めっちゃ可愛い。証言さん、こんばんみーさん、こんばんみーさん、ありがとう。でも、つけたからしてる。あとね、あれ買った、花畑牧場の生キャラメル。気がした時はいつでも生キャラメルっても常温で保存できる方の生キャラメルを買いました。え、生キャラメル買ったの。うん、おばあちゃんが好きだからおばあちゃんへのお土産。ね、もう買おうか迷ったけど買わなかった。そうなの。そう、なんで今親知らず抜いたばっかで歯茎に詰まりそうだからやめた。やだ、理由が切実。でもおばあちゃんへのお土産でメロン味か普通の味かってやって、半分半分で家族とおばあちゃんで分けてもらえばいいかなと思って。おう、いつあつ。でも生キャラメル好きって言ったの結構前だから今ね好きかどうかが分かんないけど、好きだといいなって気持ち。結婚しよう。どうしようかな、だって私あれだもん、結婚する気ないもん今。うわ落ちる、あ消えた、落ちる。隣の覚悟で落としに来てください。本当に結婚する気がないんだ。携帯落ちちゃう。六花亭もあるよ、六花亭。六花亭って何やったっけ。よし、早くご飯食べたくて仕方がない。よろしくお願いします。10月の12日には新宿プレイズワンマンライブ10人トイロです。ぜひ来てください。朝ごはん7時半、7時ぐらい、7時半か、7時半、7時に行くやつってたのに7時半に行ったのにちら7時ぐらいに行こっか。7時15分ぐらいにマリアを起こしました。そう、おはようってなってあれってなった。チョコ、あ、六花亭のチョコも美味しいって。六花亭のチョコ、うん、他は食べたい。勝利、やっほー、やっほー、待ってね、サーリーかー。マルセイのバターサンドめっちゃ美味しいって聞いてるからめっちゃ買いたい。ダマさん来てくれてありがとう、買ったお土産、あんまり大披露大会。いちご系のお菓子食べんから。これ何が美味しいんだろう。今もうねキャリーケース全部詰めちゃったからさ。生キャラメル、お土産を花畑も出せないんだ。
マリちゃん取りすぎる方法ね、10時休みの結構やってきた。やったー、ありがとう、ワンマン会えるね。ありがとう。ジャップの札幌はどうだった？あ、札幌のジャップは、あ、札幌のジャップはどうだった？え、めちゃくちゃ綺麗だった。これ大きいでしょ。でも東京のこっちが夕張メロン、楽屋とかあんまなんかで、こっちが生キャラメル、普通のやったから。で、あ、やっぱジップこれがコマネのお土産だけど、まあコマのお土産は見せちゃダメなので、ふーい、セッパーのチョコもあるよ、氷点下のあんとかって。食べてみた。北海道は本当に美味しそうなものがいっぱいあって、あとこれ美味しそうだったから早く食べたいなって。今ご飯を、これを I'm very very hungry です。予約特典にしようと思いまして、インカの目覚め、これめっちゃ美味しいらしいよ。インカの目覚めって、そう、インカの目覚め、これめちゃくちゃ美味しいらしいので予約特典にします。花畑牧場生キャラメル昔かなり食べたな。お、出た、田中さん、こんばんは、今日も愛の愛してる結構、さっきめいちゃんにも言ってたじゃん。そうだよ、あ、そうやって他の女のとこにも行って、結局誰でもいいんでしょ。分かってるからね。インカの目覚めってじゃがいも、そう、インカの目覚めって品種らしいよ。イケンさん、お疲れ様、ありがとう。2日目も聞いてくれてありがとう。ライブやばい、北海道のライブはもう折り返して、あと2回のライブで、メンバーへのお土産も内緒なので見せません。メンバーへのお土産ぐらい見せていいのかな。いいよ。メンバーへのお土産は北海道のエリーゼです。エリーゼ、わーい。今回はマリアが私がかりです。キャップさん、こんばんない、こんばんない、へぇ、あやめてごめんなさい。みんな好きやけど、いい、ほんと花畑牧場の生キャラメルお土産によろしく。今こんなに切ってるから生キャラメル食べられない。 But I'm very very sleepy。 わーお、マジか、リアリー、わーお、すごい時間に配信始めちゃったりな。よいしょ、袋とか整理していかないと。 Everybody hey yo, everybody da 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 DNA Say everybody hey yo, everybody da da da。 で、あと、うちのマンコに今日さ、江口さやちゃんとキヨのお姫、イニアビスケットのお土産を買いました。夕食のジンギスカンまでは時間があるから今ホテルで待機中。あ、知れとこな、ホテルナウところで取れた。で、今ホテル直屋で。I'm in over time walking。 ヒグマコビスです。お疲れ、めっちゃ怖い。犬用ビスケットです。うちのワンコ用です。体に気をつけてね。すごい買ったね。え、でもこれでも一部でだってまだ。あ、なる、やだ、ごめんね。こっちから見てる人からしたら多分びっくりするよね。ブチャーってなる。急になるのに。急にしかも音もなんねやろ。そう。ごめんね。ごめんね。ごめんたりしたらやめるって。まだライブ参戦中。え、あ、そっか、ビヨンズさんに行ったね。イニアビスケット、なるほど、そう、イニアビスケットなので、ま、16時ぐらい。マリアはさすがに食べられないから食べませんけど、イニアビスケット。研修生に行ったのに見れなかったんだよ。私の愛しの米村キララちゃん見れなかった。こう。マットウィズギュアボイスイン。フレッシュ。嬉しい。アンティブリブリグラード、センキュー。オッケー、できた。ね、僕へのお土産は、僕へのお土産、予約してくれたらあげられるよ。でもマリアに予約しちゃダメだからね。手洗いうがいしっかりして、okay。 インフルエンザを気をつけてくださいね。今日の私のコーディネートをみんなに見せようと思います。ね、普通に犬用ビスケット美味しそうなんだよね。犬用ビスケット、そう、すぐに食べるの。で、うちのワンコに買ってきたの。クッキーっていうワンコがいるんですよ、トイプードルが。クッキー、クッキーちゃんにビスケット、なぜかビスケットです。え、絶対キララちゃんは可愛いよ、だって私の推しだもん。え、キララちゃん推し、ん、キララちゃん、それはあれや、イコラブや。あ、イコラブじゃないか。キララちゃんか、米村キララちゃん、あ、キララちゃんか、キララちゃんかと思った。今日はワンピースです。食べるのかと思った。マリア食べないよ。まさか、でもマリアちゃん優しいよな、ね、なんで、でね、袖がね、こういう、みんなに優しいって言ってもらえると嬉しいんだけど、なんで、なんで優しいねってなるのかなって、ちょっと不思議に思う時がある。まだ結構優しくない時もあるよ。今日ごめんね、お茶飲ませて。ありがとうございます。竹は膝丈ぐらいかな、膝ぐらい。美味しいお茶、こういう格好をしております。今日は絶対キララちゃん可愛いよ、ずるい。メンバー会いたかったわ、キララちゃん。ダチ押しなんで。
気をつけます。早くデビューしてくんないかな。何が？あ、すぐ出てきやるって。あ、そんなこと気をつけなくていいよ。私のコーディネートはワンピースでした。一旦ホテルに帰ってラグビー見てます。ラグビーやってるの？え、見たい。ワンピースはめちゃめちゃ楽なんですよ。一枚ラグビーやってるって見たいな。ラグビーごめん、すごい普通に歩きした。ラグビー好きなの？うんうん、なんかやってるなら見たいなと思って。あ、そういうことか。そう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 初めて聞いたよ、そんなラグビー好きみたいなって思って言ってたよね。知らなかったけどって思って今めっちゃびっくりした普通になんか頑張ってる人っていいなって思って。あ、わかる。そういうの見てるとめっちゃ高校サッカーとか見ると泣くもんね。え、わかる。甲子園とか見ると泣く。初めてこの子見たのにめっちゃ泣くからね誰誰ってなる。涙腺弱くなってきてるよね、本当に。普通に普通におばあちゃんみたいな。やだ。日本アイルランド、あ、日本対アイルランドなんだ。うわ、アイルランドか。わお、わお、頑張ってほしいな。この間バレーボールさ見たんだけど、めちゃくちゃかっこよくて、女子バレーめちゃくちゃかっこよかった。しかもね、もう顔が天才だった、ビヨンズさんは。星投げありがとうね。ほんと、もう北海道すごい楽しいけど、なんだろう、かわいい、ありがとう。寒い、夜がめちゃくちゃ汗かくとね、髪の毛死んでるからね。びっくりするほど夜が寒かった。今日？ん？昨日？昨日。あ、外ね。昨日の外寒すぎてびっくりした。北海道めっちゃ寒い、朝晩。寒いちゃんと寒いって言って。えって思って、本当に寒くて。上着着てんのにめっちゃ寒いみたいな。そう。めっちゃびっくりした。あのほら、うち、千葉とか東京だとさ、11月ぐらいの気温なんだよね、もう夜がね。まだ寝ないから、大丈夫。下手したら12月になりそうなんじゃないっていうぐらいの寒さなんで、普通に寒くって。昨日ね、びっくりした。8時ぐらいに出るよって言ってるのに、マジでもう寝てたマリアと二人でバッタバタしたもん。いきなりやばかったよね。マジ爆睡で、爆睡で3時間でしたねマジで寝てた、やばかった。それな、なんで普段は暑いの？嬉しい。なんだろうね、最高だった。今日暖房してたから髪の毛ボサボサなんだけど、やだ。水髪だった、やばい。モサモサしてる髪の毛が可愛いと思った。かわいい、ありがとう、センキュー。コップンか。ね、なんで暑いんだろう。寝ながら今見てます。ちょっとだけごめん、ちょっと待ってて。てごめんね。え、クーラー？え、何？うん、違う、ちょっと待ってねって言ってた。あ、暑いって言ってたから、暑いかと思って。あ、違う。つけたかった、ちょっと。違う、大丈夫。あ、すごい。今、毎日配信86日目。もうちょっとで100だね。久々の100だ。何回目の100だ100日ウェーイってならんくなってきた。もう明日か、明日で終わりか。あ、そうだね、明日で終わりね。北海道まで来てよかった。嬉しい、北海道あってもらったね。楽しかったんだけど、本当にビヨンズさん楽しいのはさ、あっという間だよね。もうフィエスタ聞いて全員で最後大騒ぎ歌うじゃん。楽しいのあっという間だなって思う。泣いてよね、本当に。うんじゃ泣いたし、もう北海道来れてよかった、本当に。日本の DNA って曲をやられてたんですけど、すごい、全然さ、こう遠征とかってなかなか来れる機会ないから、めちゃくちゃ1曲目見出なかったからよかったものの、本当、もう号泣でステージ出るとこだった。 You make me always smile with コブ、コップンカーサキューコップンカーサーリカーでもね、だから明日までだからこそ、もう、最後までね、楽しんでいきたいと思います。明日も2本ライブあるんで、頑張りたいと思います。すごい、ハートいっぱい投げてくれてる。ありがとう。明日もライブ2本ね、あるのありがたいね。長くなってきてから。本当に。でも、今回タイからなんだけど、なんかね、可愛いですねって言ってくれる人が増えて、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとう、レベルアップしてきそう。ごめんね、ちょっと目に違和感。キピ、死亡はお疲れ、タジタジオ。あ、取れた。明日に目の違和感の原因取れました、よかった、私はまつげ入ったん、クレイジーモンキーさんからのライブが2本あるんですけども、札幌でね、北海道ので、都内でのライブはですね、髪の毛アイロンかけようかな。あ、でもアイロンかけられるか、アイロンですか。ジルコ東京からの、あのあれ、フリーダム、フリーダム、渋谷フリーダムです。
ラーメン、お寿司、寿司で海鮮、夜はジンギスカンで最低限食べたもの食べれそう。そっか、味噌ラーメンも食べたのか。まだまだ味噌ラーメン食べてないんだよね。海鮮は食べたちゃんと。ラーメンジャパンさんのおかげで札幌を決めました。ありがとうございます。全然ありがとう、こちらこそ。僕実はマリアちゃんね、入った退社終わる前に挨拶したよ。帰りの途中だからさ。ありがとう。ああ、なるほど、そうなの。運転中なんだ、気をつけて。大丈夫だよ、配信見なくて。ごめん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 、申し訳ない。ありがとうね、配信来てくれて。いいな、味噌ラーメン食べたいんだよね。まだ味噌ラーメン食べれてなくて。え、ピーナッツだ。お寿司か、お寿司な、お寿司も食べたいな。イクラとウニが食べたかったんだけど、ちょっと難しそうな。じゃがいもとトウモロコシ食べたい、ずっと言ってる。メイコメン、トウモロコシは食べれるんじゃない。今日食べれるのかな。トウモロコシいけそうじゃない。え、でもじゃあそしたら芋もいけそうじゃない。あ、そっか、うん、多分いける気がする。お腹空いた、この話してるから。ボタンエビを食べられてよかった。ほら、そうやってさ、私たちにさ、ね、ボタンエビ食べたの。マジ本当に私たちにそういう話しないで。今お腹空いてる。マリアのルームの人が食べたって言ってるのこっちに向かって言ってるね。誰もありがとう。誰や、手を振ってくれた瞬間号泣してしまったよ。早くめいちゃんに会いたいの。会いたい。麺もみんなに会いたいよ。なんかさ、先っぽなんかすごい汚れちゃってるの。もう寂しすぎて、寂しすぎて、寂しすぎて、あつつ。寂しい。普段何度でアイロンかけてると思う。マリア、もう見えちゃったかな。普段何度でアイロンやってるでしょう。めいちゃんが時間やってくれてる。あ、バラありがとう。なんだ正解は。正解ありがとう。じゃんじゃんじゃーん、200でした。今からおたなかまで反省会で。反省会、怒られるよ。何の反省すんねんやろ。今日のコールはここダメだったみたいな。いいなぁ、麺も混ぜてほしい。いや、2500度。ねえ、それ摂取。アウトアウト、それは溶ける。髪の毛どころか、私の皮膚に近づけることすら不可能になりますね。でもそっか、男性ってアイロン使わないから、まず何度まで出るのかとか知らないのかな。ハッピーナッツジュリだ。よし、負けてもつつ戦え、つつ勝ちんだ。キアラちゃん、はい、キアラちゃんかわいい。ほんとキアラちゃんかわいくて、キアラちゃんとあの子ね。キアラちゃんとマイカちゃん推しなんで。まだキアラちゃん、ちょっとリサちゃんも好きなの。キアラちゃんとなんだっけ、のフナリサちゃんが好きなんで。ピンクエンジェルや。そう、ダメですね、年下2人好きなんで。全部年下や。年下で一番下、最年少2人組が好きなんです。一番下や。可愛いよねーと。全部年下ですね、好きになる子。ちゃん。大阪で練習します。わお、お酒いっぱい飲むの。うちらドライヤーやるぞ。美味しいものいっぱいやし、いいね。そっか、ドライヤー。ドライヤーやらず、それは自虐だな。え、メイだって早く10月になってほしいと思ってる。髪の毛がどれだけみんなと会ってないと思いますって。はい、トニポニーマイボス said that メイちゃん is cute、 oh, very happy, very very happy, I'm glad, thank you, thank you。 髪の毛ボソボソ、招きケチャとちょっとって。以上、OK。ごめんね。招きケチャさんと写真撮ってもらいました。北海道。ね、今現在北海道に来てます。北海道楽しそうすぎてタイムライン見れるのもはや修行。修行。そう、私ね、すごいバカなことしたの聞いて、充電器のコード忘れちゃったの。やば。蓄電器から充電できる、ほら、コードだけのやつあるじゃん。コードだけを忘れちゃって、でも何とか生活できてます。ただ明日が生活できるか分かんないから、ちょっと頑張らないとね。ワンチャン明日帰るときに空港で充電するかなぐらいですね。もうギリギリまで充電したいんですけどね。バスバス、どっかで充電はしたいと思います。ありがとう。みんな英語できますね。バンジャー、いや全然だよ、私本当に疎い英語しかできんから、マジ勉強しなきゃって思ってる。何分までやろうかな。楽しそうすぎ。すごいお酒飲んでたね。あの部屋はいけないわ、私ウーロン茶がないといけないわ。お水とウーロン茶があれば生きていけるけど、逆に。いや札幌前にビッグカメラとか一応あるよ。あ、ほんと、駅前、札幌駅前ね。石川の時に行こう。なるほど、ありがとう、教えてくれて。ちゃんに北海道持って、あ、まあ周り見れてないから北海道も。
ピッカメ、ピッカメが、ね、あるなら、ピッカメとかも一応行けるならピッカメ行こうかな。いいねかな。行けたらね、でも100均とか行きたいな。100均ぐらいでいいんだよ、正直。まだこ、ほら、まださね、もらったさ、コードがさ、全然使えるのに忘れてきただけだから、100均とかでいいね、一時的でいいんだよな、正直なところ。あとはもう先っぽだけでもいい、この。アンドロイドから別のやつに変えるみたいな。それのタイプ C 版があればいいだけだから。お水がいいな。でもちゃんとこう充電器は持ってきたから、充電はできてる。でもコンビニに売ってないか。もうね、置いてあるの、ホテルに。タジオ、今から夜行バスでおいで。夜行バスは大変だ。多分すごくすごくね。気象ちょっと落ちた？ね。みーちゃんもしていいですか？めっちゃ嬉しい。ぜひぜひ押してください。おしめになりたいな。君のおしめになりたい。ありがとう。うちも羽田空港でヤフーのパッドなくしたがビッグカメラでヤフー買った。パッドなくしちゃったの？それはつらい。これでしょ？このこれでしょ？やだね。それなくしちゃうのやだな。130時間30分。なんかさ、ちょうどさ、そういうさ、細かいものさ、でも私イヤホンのパッド持ってたのに。あ、でもあげらんないか。持ってたのに。多分もうやばいと思うよ、北海道まで。持ってたのにとか言っても、あげちゃダメだよね、そういえばね。あげちゃダメなのに、今普通に持ってたのにとか言っちゃった。次北海道来るときはちょっとごめんね、マスカラだけ塗り直して。函館とか行ってみたいな。 I'm shy。 あー、かわいい。ベリーベリーキュート。それはかわいい。かわいいな、それは。しっかり。ごめんね、マスカラ的の犬をされてほしかった。マリアさ、うん、後でそのアイロン借りたいって言ったら怒る？全然怒んない。ありがとう、借りる。どうぞ。今日楽しみやけど、石川とか北海道の方が開放感があってたんだし、絶対楽しかった。あとマスカラそれだけ。めっちゃ楽しかった。もうマスカラ？ビューラー。すっごい真ん中で分かれてんの、めっちゃ面白くない？まあ、基本おでこ出さないんですよ。マリアのもらっても家宝になるから使います。意味わかんない、マジ。それはなんない。それは絶対ならない。家宝にはならないよ、家宝。ありがとう、みんな一緒に初めての北海道来てくれてありがとう。なんか来た。ありがとう、かわいい。ありがとう、よいしょ。本当に OK。 アイロンになりたい。目パッチリした。空気清浄機つけてね、後で寝るんだ。ちゃんとね、できた。寝れるかな。あれ 52%。 まだ配信できるかな。できたらやるね。ちょっと待っとって。わからんけど、可能性は微々たるものなので、どちらも使いをしていてください。落ちてた。嘘。わお、トニーポニー。バラありがとう。鍵付き金庫で保管します。そんな大きい、そんな価値のあるもんじゃないですよ。だってさ、あれじゃん、ただのイヤホンパッドやん。わお、大変だ。やばい、それはダメだよ。それは勝ち。ちゃんと、あのほら、あれとか。マイナスイオン放出したい。落ちてた。ぜひぜひ、キャンプ団の、なんだっけ、押し目にしてください。押してください。えっと。嬉しかった、あの言葉。生涯で2回目の北海道でバンドイズパッド一緒って最高です。あれ？なんだっけ？嬉しい。あ、通帳だ。やっと言葉出た。なんかバンドイジャパンをきっかけに、なんてお呼びすればいい、これ、一緒に行こうって思ったとか、俺も初めてなんだっていう声がめっちゃ聞くことができて、めっちゃ嬉しい。万作さんって呼べばいいのかな。マリアのという言われて聞いても十分に国宝ではないな。こんにちは、来てくれて。万作月田。あ、万作さん。ありがとう。万作月田さん。こんばんは。来てくれてありがとう。万作さん。白箱って呼べるのね。白箱さん。白箱さん、こんばんは。生マリアです。白箱さんとお呼びするね。ニッシー、お疲れ。体は柔らかい？うん、硬い。ごめんね。女の子全員硬いわけではないから、マリアは硬い方です。ニッチ。椅子に座ってる？うん、座ってない。マリアさんに座ってないよ。準備しなきゃいけない。いつも準備ギリギリに配信するからさ。びっくらぽやろ、いつもそんな感じなのね。じゃんじゃんじゃん。体を柔らかくする、柔らかくする方法あるよ。いや、いいです。マリア、もうこのままでいい。体を柔らかくできない。もういい。お腹すいた。
さ、体柔らかくしたら確かにいいかも。手を後ろに組める、両手をもっと下に引っ張って、肘を背中のものでピッチ。あ、それは全然マリア、肩は柔らかいから。ガタガタ配信です。肩は全然平気ですね。体が硬いの、長座大臀屈とかがダメなんでしょ。魚食べた、魚食べた。手は後ろ下で、手首同士後ろの下側でぴったり、下側で。でもそれはもう無理でしょ、それは人間として無理だよ。それは多分無理無理。人間として多分体が終わっちゃうよ。大阪京都新潟、むしろできたらその人多分体が軟体動物なんだ、タコとかって。でもそれは最後1個目の新潟は行くけど、2個目の手首同士でしょ、だってこれでしょ、こういうことでしょ。無理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 、体壊れちゃう。本当バキバキだよ、もうマリア。ありがとう、来てくれて、駆けつけてくれて、ありがとうね、キャップさん。I work hard, めっちゃ、but I'm watching live. あ、Thank you, ありがとう、めっちゃ嬉しいな、本当に嬉しい。いやいやいや、やばい、倒れる。ワンマンと京都楽しみにしてます。わ、京都では椿ファクトリーさんと一緒なので。オッケー、できた。新潟って2回ある。そう、ワンマンの翌日ね、というわけでちょっとだけ告知させてください。10月の12日新宿ブレイズにてワンマンライブ10人というのがあります。すごく素敵なイベントで、バンザイジャパンはね、このね、ワンマンライブで新宿ブレイズっていうのを本当に初めてで、ワンマンライブがなんでぜひ来てほしいです。一部二部制となってまして、二部のチケットが、通販物販にてお買い求めいただけます。ぜひご予定空いてましたら来てください。2部の方では和楽器バンドのロアさんも来てくださいとコラボもあります。で、何になることその一部は着陸の時に寝るっていうのと、着陸の時の新曲発表とかもありますので、ぜひ来ていただけたらとてもとても嬉しいです。よろしくお願いします。楽しみは、まね、チケット買ってくださったら、リプしていただければ OK です。行きますよって言っていただければご予約いたしますので、ぜひ稲花マリアで来ていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いします。常におしめのことを考えてから、新宿初めてバンザイジャパンを知って現場だしな。そうか、直吉そうだよね、確かに初めてだよね。メンバーも大変やけど、大名側も大変、絶対大変やと思うけど嬉しい。じゃあぜひ待ってるからね。ということで、じゃあそろそろ終わりたいなと思います。めちゃくちゃ待ってる。10月12日はですね、ありがとう、バンザイジャパン新宿ブレイズさんにてワンマンライブ。またね、北海道はね、また来たいなと思います。シャーラもすごい、その日までにもっと可愛くなって、北海道ってほら、私小学生の時に行ったっきりだからさ、そうだから、なんとな、また北海道ね、バンザイジャパンのメンバーと一緒にね、来れるように頑張りたいと思います。まあでもまだあと明日あるからね、全然いけるから。石川県の連動師、リーダーの SR メイでした。またねー。これ以上可愛くなれるように頑張ります。ね、でもさ、小学生の時の北海道は、私は、んなんだっけな、そういう、妹のお仕事と、マグロ先生久々に、だから、本当に今来たばっかあれなの、マグロ食べちゃったから、旅行みたいな感じだったから、お仕事でこうやって来られるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいから、また北海道絶対行く。あとね、沖縄行きたいな。千葉県はね、いつでもね、もう松戸競輪でお仕事いただいてるので、松戸競輪に行けるからね。ゆうなくん、ああ、もう終わっちゃった。なんか、沖縄とかの方が行ってみたいなって思う。あと5分だけやろ。今来てくれた人多いから。お疲れ様、ありがとう。どっか行きたいとこある？マリアね。でもな、海外とかはね、行きたいところとかはね、別にね、他のところはね。海外はアメリカ行きたいんだよね、マリア。アメリカの、アメリカ行きたくて、ブロードウェイしっかり、でもあれは。お腹空いたの、めちゃめちゃ、今。チラミ水族館でプロポーズさせてください。チラミ水族館行きたいね。あと5分だけやろう。チラミ水族館は、マリア、修学旅行で行きました、沖縄の。チラミ水族館のジンベエザメがめちゃくちゃでかかった思い出がある。大福あるやん。よもぎ大福。あとね、広島行きたいんですよ、マリア。広島の、広島の原爆の、原爆発の、あれ行きたいです。あんこ食べれる、あんこ食べれる。でもこっちのあんこ十勝なんかね。あそこずっと行きたいんですよ、広島の
とこ全部広島見て回りたいです。原爆とかってなかなかこうおこうさね記憶に残らない部分が多くて、私そういうちゃんとしたのさね、そういうのもさちゃんと記憶に残していきたいから、そういうのもちゃんと勉強していきたいの。なんかさ小学生の時に興味持ち始めて戦争とかそういうのに、まあなんかそうこうバンザイジャパンってさ日本を伝統するあれじゃん、ほらそうそういう平和とかの勉強とかして伝道して、こうあの後の世代に引き継いでいくのもバンザイジャパンとしてはちゃんとしたしっかりとした伝道活動だと思ってるし、日本の歴史の一つじゃん。だからちゃんとそういうところも勉強してみんなにあのお伝えしていきたいなと思ってるんですよ。何度ぐらい、だってもうもう全然私なんかまだまだ小学生の時からいろいろと勉強してるけど、まだまだ全然知らないこと多いし、寒いなって本当に思う。あの高校生の時に高校演劇で私あのあれを脚本書いたんですよ。台本を書いて脚本書いて、姫百合女学、姫百合わかるかな、姫百合のまだパーカーとかで姫百合を題材にした脚本がいなんですよ。したらめちゃくちゃ難しくて、削りに削あの長すごい長く書いちゃって、で長くなっちゃったから削ったら30分になっちゃって、もう審査対象じゃなかったんだけど、そうでもすごいすごいいい思い出になりましたし、まだまだ私が甘いところがあったなって思って、私も勉強できました。あれも高校の中学旅行沖縄だったよ、千葉。そう。大体ね、どこも沖縄とかね、北海道とか。私なんかは選択肢あったから。ジリも配信でお腹乗ったって報告してくるけど、ほんと起きるかも。お腹鳴ってるのに、洗濯式でさ、京都とさ、大阪の方とかね、あったんだけど、もう圧倒的にさ、沖縄だったよね、みんな。マリアも沖縄が良くて、沖縄ってやったはず。あ、違ったかな、どこだったかな、マリア沖縄じゃなかったか。広島がね、なかったから、候補に。違う。沖縄にはなかったかな、わかんない、忘れちゃった。沖縄行ったことない。本当に？そうか、でも修学旅行とかでないと行かないよね、確かにね。沖縄か行ったことないな。沖縄はねすごいね、海が綺麗だよ、めちゃくちゃ綺麗、海が。え、冬ね、あ、ちゃんとね、マリアね、あれやったの、砂浜ジャンプ、友達と。ご飯この後食べる。砂浜ジャンプする友達はいた。楽しみだから雪取り食べてるの。よかった、そうくない、ちゃんとマリアにも友達いるんだよ。そう、今でこそ全然そうお話とかしないけど、一生懸命は頑張っていくので。うちの高校は多数決で沖縄決まってる。そう、大体多数決だよね。ジンギスカン。そう、沖縄に決まった。また明日ね、ありがとう。沖縄は、そう、みんなで決めたやつだから、やっぱり楽しかったしね。痩せれるならいいか。ジンギスカン食べたいね。ジンギスカン。ヘイブラザー、なんとかだった、トン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 。そんな曲だったっけ？そうだよ。あれ？チンギスカンの曲もわかんないや。あ、なくなった。来月は出張で沖縄行ってくるよ。え、本当にいいな。出張か、でも仕事でしょ？仕事で沖縄だったら確かにあれだけど、でもちょっとぐらい観光とかできないの？キュルキュルなってる。沖縄ご飯美味しいよね。修学旅行は倉敷。ということで今から私もご飯食べに行く。これなんて読めばいいの？高知京都でした。これなんて読めするの？準備をしたいと思います。29の日でお願いしていいですか？オッケーオッケー、全然したくね。コンビラ。次会った時先生。なんて読めばいいの？私から待っとって。クラシキは合ってるのかな？高知京都。いいなぁ。Hey brother, phone, don't stop, da 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 da。コンピラさん。コンピラさんって何？できますということで夜ご飯行っていきたいと思います。倉敷コンピラさん高知京都。夜から明日配信。やばい、時間が。あとちょっとで終わりにしないと。以上、バンザイジャパン石川県の伝道師野菜メリさん、バイバーイ。あとちょっと待って、もう終わりにしなきゃいけないか。一人で出張だから自由あるかも。あ、そっか、じゃあいいね。行ってきまーす。ウェイウェイ、ありがとう。あい、行きます。ね、出張。じゃあちょっとだけでも沖縄観光しておいで。ごめんなさい、うちの会社の人に沖縄人いるよ。沖縄人。あのね、舞台で一緒になった、くにさんって人が、何でも沖縄にしてくる人で、どこに住んでんのって、千葉？もうそれ絶対沖縄じゃんって言ってくる人だったの。何でも沖縄だよ、もうそれって言ってくる人だった。
そう、めちゃくちゃ好き、くにさん。くにさんまた会いたいな。なんかさ、舞台のメンバー、舞台のさ、共演者さんたち、みんな舞台やってるけど、全然見に行けなくて、見に行きたい。コンピラさん。コンピラ、コンピラ。高校によってもやっぱ違うんだよね。だって、私立とかだと海外行くとこあるしね。いや、マリアさ、バンザイジャパン入るまで、てか高校生の時なんか、飛行機乗るのに国内だけだと思ってて、海外行くと思ってなかったもん。バンザイジャパン入ってから海外行くこと増えて、はえーってなってる。そういえばこの前バズフェスでカバン可愛いって言ってもらったので嬉しかったよ。本当？あ、よかった。全然マリアも可愛いなって思ったから言っちゃった。ごめんね。話し方も沖縄か、沖縄っぽいとか、なんくるないさー。でも沖縄の方の方言って素敵だよね。なんか柔らかいし。あ、ごめん。そろそろ終わりにしないと、ダメだった。集合時間の時間だ。もうちょっとしたら。ね。じゃあまた、そろそろね、終わりにしますので、またぜひ、ショールーム来てください。今日は、ありがとうございました。北海道2日目。ありがとうございました。明日も最終日なので、頑張ってきます。お疲れ様です。ありがとう。こうちゃん。こうさん？こうちゃん？どっちで呼びすればいいかな。今度、教えて。やば、あとちょっとしかない時間が。うん。よし。じゃあそろそろ終わりにします。ありがとうございました。また、ぜひ、よろしくお願いします。夜は、ツイッターの方でお話しましょう。では、おやすみなさい。ありがとう。また来てね。みんな、また、よろしくお願いします。あと、また明日。ありがとう。分かった、明日会えないの寂しいけど、頑張って。ありがとう、ナキチ。ナキチでも、また会えるから。また会いに来てね。じゃあ、またよろしくお願いします。バイバーイ。